SCD-002-JD。 アイテム番号 SCD-002-JD。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCD-002-JD は現在改定された特別収容プロトコルによりクラス4バイオハザード物質として管理されます。これは SCD-002-JP への物理的破壊の試みにより新たに発現した特性への対応のためです。概要は自己報告書 002-A1 を参照してください。SCD-002-JP は厚さ1メートルのコンクリートで覆われた半径8メートル、高さ6メートルのドーム状の収容管にて密閉され、同じ構造を持った収容室内にて管理されています。コンクリート管は、監視カメラによって24時間体制で監視され、異常があった場合は、バイオハザードスーツを着用した B クラス職員によって即座に修復がなされます。スーツは焼却処分を行い、携わった職員は米、小麦などの食事を与えた後、24時間の間隔離されます。職員に異常が見られた場合は即座に処理を行ってください。説明、SCD-002-JP はジャポニカ種の稲の姿を取り、季節などに関係なく常に種子を実らせた状態を保ちます。05により破壊承認に基づき、SCD-002-JP の破壊の試みが行われていますが現在のところ成果は上がっていません。人員、無人機による接触の試みは対象の活性化をもたらし、人員の死亡または機器の破損といった結果を招きました。物理的破壊の試み、銃弾による狙撃、戦車砲による砲撃、熱、酸、長期の渇水などでは影響を与えることができず、破壊の試みは中断されています。SCD-002-JP には2つの特性があります。002-A1-SCD-002-JP を宿主とした未知の細菌の発生と周囲への拡散。この細菌は、SCD-002-JP-1 に指定されます。この細菌は多くの穀類に感染します。現在のところすべてのイネ科植物、小麦、トウモロコシなどを含む、で空気感染し、増殖、拡散していきます。イネ植物に感染した SCD-002-JP-1 は未知の毒素を構成します。この毒素は熱に耐性があり、300度以上の高温で変質し無力化されます。人間がこの毒素に汚染された穀類を摂取した場合、胃や腸などの消化器系の表面に、由来不明の油脂成分が発生します。この成分は人体では消化できないワックスエステルです。摂取者は猛烈な下痢と嘔吐を繰り返し、やがて脱水症状を引き起こした末に死に至ります。油脂成分は常に分泌され続けるため、外科的な除去では効果はなく、摂取者は絶えず肛門から油脂成分をしだれ流す状態となります。何も処置をしない場合、多くは24時間以内に死亡し、点滴などで栄養と水分を摂取し続けた場合は1週間程度延命が可能です。毒素は300度以上の熱で分解されることが分かっています。SCD-002-JP-1 は、芽胞を形成するため高温や無酸素状態でも長期間にわたって生存し、あらゆる抗生物質の影響を受けませんが、唯一ニンニクに含まれる成分だけが増殖を阻害することがわかっています。002-A2、接近した人物及び動物及び器物などからの回避行動。これは対象の半径5メートルの距離に接近することにより発現し、接近した存在すべてから素早く回避する行動をとります。回避位置に障害となるものが存在した場合、それは破壊されます。この特性は最初の破壊実験、
熱により損傷を与えられるかの思考時に発言し、ガスバーナーを所持した職員から回避する行動を取り続けました。数人の D クラス職員による確保の試みにより、収容室内の核に追い詰められた SCP-002-JP は、厚さ40センチメートルの鉄筋コンクリート製の収容壁を破壊しました。高出力のレーザーの照射も回避するため、未来予知に類似した能力が備わっている可能性が指摘されています。四方周囲からの火炎放射による試みは、敷設の床部の崩壊をもたらす被害を発生させました。その後、落下地点の中心として新たな収容プロトコルが確立されました。ポイ1、SCP-002-JP は日本の岩手県にある人口60人程度の集落内の社にて発見されました。SCP の効果により集落内で多数の死者が出ており、財団が調査を行いました。集落民から得られた情報では、SCP-002-JP-1 による汚染と思われる症状はこの地では風土病とされており、数年に一人程度の死者が出ていること、死者があった場合は社に食料品などの供物を捧げていたことなどが分かっています。さらにもともと社には神主が代々暮らしていましたが、近年になってその血筋は絶えてしまい、社を管理する者がいなくなってしまったのが SCP の活性化の原因であると語っています。幸い集落は周辺と隔絶されており SCP-002-JP-1 の感染は最小限に抑えられました。財団は社内部に祀られていた SCP-002-JP を回収後、集落民全員に A クラス記憶処置の上移住させ、集落全域を熱処理を行いました。ポイ2、SCP-002-JP の回収後、新たに 002-A2 に指定される特性が発現しました。これは SCP-002-JP に対する最初の破壊の試みを行った際に現れ、破壊の試みは失敗しました。続くテストにおいても全て同様の結果をもたらしたため実験は凍結され、収容プロトコルの変更が行われました。